マグロ撮影開始。ブレード。
頑張ろう。Thank you.
体の芯が熱い。ああ、任せておけ。やるわよ、うん、どうか、やったわ。こうか。むず、いいじゃない。僕も手伝うよ。こうか。どうかしら。よし、うん。どうかしら。よし、こうか。どうかしら。おお。完成よ。通りゃ。お、you
おい、このリフト動かないぞ。本当だ、大昔に壊れてしまったのかな。仕方ない、回り道するしかなさそうだね。回り道って、まさかこの壁を登るの？みたいだな。うへえ、マジかよ。何のためにあるんだよこいつは。文句言わない。さあ行こう、登れそうな壁を探さなきゃ。
無念。
ライン、そろそろ行くか、シェル君。うん、でもその前に。どうした？モナドのことなんですけど、しばらくの間僕に貸してもらえませんか？なぜ俺に聞く？この剣はもともとダンバンさんが使っていたものです。でも今の僕にはこの剣が必要なんです。だから。よせよシルク、俺なんかよりお前の方がはるかにうまくモナドを使えるじゃないか。それに今の俺にはこの刀が。返されても困っちまうよ。あの主戦土にたんと踏んだくられたんだ。元を取るまでは使い倒さなきゃな。ダンバンさん、お前はここまで戦い抜いてこられた。それこそお前がモナドに選ばれた証じゃねえか。俺はそう思うぜ。自分に自信を持て、シルク。自分に自信を。ただ食われるだけの餌では終わらない。それが俺たちホムスの強さだ。その強さ思い知らせてやろうじゃないか、奴らに。はい。さあ行こう。お前がビジョンで見たという監獄島を目指して。ここはなんだか薄気味悪い場所だな。うん、例えるなら巨神の体内といったところか。どうしたシルク？あ、いえ、なんだか巨神が本当に死んでいるとは思えなくて。ん？おいおい、冗談だろ。生きて動き出したら大変なことになるじゃねえか。なあ、早く行こうぜ。うん。
フェイスネメシス。躯体はこれで完成した。あとは魂の転送さえ成功すれば。あの損傷は、フェイスの装甲を溶解できる存在など、まさか。バネア様、エギル様がお呼びです。わかりました。このフェイスの調整が終わり次第伺うと伝えてください。了解しました。これで私のすべきことは全て終わりました。あなたなら鬼神界、いえこの世界全体に新しい時代をもたらしてくれるはず。メイナス様。ここは我らに任せ、早くノポン族の村にお戻りください。何を言うアイゼル、お前たちを残して私一人だけ逃げ帰るというのか。メリア様は我らの希望ならば、この命トスことこそが誉れ、何の恐れも後悔もありません。さあ、ならん。私とてあやつを倒さずしてコートには戻れぬ。暑いな。なんだここ。こんなに木々が茂ってるとこ初めて見た。だよな。どこまで続いてるんだ。ここは巨神の背中あたりだ。シュルクのビジョンによれば目指すはあそこ。ここよりはるか上だな。じゃあしばらくはこのまま行くのかよ、この蒸し暑い中を。あそこに上がるための手立てを見つけないといけないわね。それまでしばらくここにいることになるのかしら。ねえ。ここは塔の外に出たみたいね。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。父上。弱い、弱すぎるぜ。貴様、何者だ。僕はお前たちを許さない。
が。思い知れ、これがフィオルンが陛下が受けた痛みだ。白い顔つき、それにあの女の子は誰だろう。ビジョンはまだ見ぬ者も出会っていない人も映すのか。それらがもたらすもの、それさえ分かればもっとうまく立ち回れるのに。ねえ見て、吊り橋、こんな場所に誰が。ノポン族だろう。俺たちのコロニーに帰化した連中も多いが、彼らの発生はここマクナ原生林だったはずだ。そいつら巨神の頭に行く方法も知ってたりしないかな。それは分からんが、何のあてもなく歩き回るのも危険だな。まずは彼らの村を探してみるか。Do it yourself. Thank you.
おい君、大丈夫か？この子は。シルク、どうした？またビジョンか？いや、まだよくわからない。それよりもこの子。そうか、どこか休めそうな場所は。あの巨木の下なんかはどうだ？あそこならば入り口だけ警戒していれば済む。よし、運ぼう。傷の具合は大したことないけれど、この子かなり衰弱しているわ。原因はわかるかい？エーテル欠乏症に似ている。他の生き物ほどではないにしろ、私たちホムスも少なからずエーテルの影響を受けているのは知っているわよね。急激に周囲のエーテル量が減少すると体調に異変が生じるの。症状が軽ければ単なる疲れで済むけれど、重ければ。治す方法は？水系のエーテル結晶があれば、私の使うカートリッジに装填して打ち出せるわ。ちょ、この子に向けてぶっ放すのかよ。バカ、いつものように上に向けて散布するだけよ。ああ、そうか。問題は水のエーテル結晶だけど、普通のじゃダメ。純度が高ければ高いほどいいわ。この辺り水が豊富みたいだから、探せばきっと見つかるはずよ。途中大爆風があったな。ただの水辺よりは高純度な結晶を見つけやすいんじゃないか。ええ、可能性は高いわね。分かった、急いで行ってくるよ。シュルク一人でか？なんなら俺も。大丈夫、ラインたちはここで番をしてて、ついでに飲み水も汲んでくるよ。水筒そろそろ空だろ。気が利くね。じゃあ頼むわ。どうした？